はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークです。前回ですね、お店に行ってもマスクが全然売ってなくて、まあ、しょうがないんでですね、このワンタッチで交換できるマスクっていうのを作っていたんですけども、で最近またお店に行ってみると、今度は手を除菌する消毒液ですかね、それが売り切れになってて、あ、なんか大変だなと思ったんですけど、まあ、今回ですね、私焦ってないです。っていうのもですね、もともと家に結構大量にですね、消毒液を作る原料があってですね、でその原料何かと言いますと、これですね、はい、これポリイソピルアルコールっていうやつですね。これ私の動画の、過去の動画のですね、いろんなものにここら辺にずっと映り込んでるやつですね。でこれ別の目的で常備してるんですけども、どうやらですね、これで消毒液が作れるっていうことで、私いつもこれで消毒液作って使ってました。というわけでですね、今回お店に行って売り切れになってても、まあ、そんなに困ってません。とはいえ多分困ってる人いるかと思いますので、結構大量に売ってるこれを使ってですね、消毒液を作る方法っていうのをちょっと紹介していきたいと思います。はい、でメインで使うのはこのイソプロピルアルコールですね。でこれ何かと言いますと、まあ、エタノールの親戚みたいなもんなんですけど、油汚れのひどい部品の、まあ、汚れを落としたりとか、あとですね、実験器具の洗浄とかによく使われてますね。でもちろん普通に消毒にも使われているやつなので、今猛威を振るってるコロナウイルス、これにもですね効果があるようです。ただこいつですね、匂いがきついとか、ノロウイルスには効果がないとかですね、いろいろ欠点というか注意点もありますので、もし使う場合はですね、十分に自分で調べた上で自己責任でお願いします。ちなみにこれ1リッター1200円ぐらいで、エタノールなんかより全然安いです。でこれ私 Amazon で買ったんですけど、まだまだ全然売ってるみたいなので、一応概要欄にリンク貼っときますね。はい、じゃあ早速作っていくんですけど、他に使うのこれ精製水ですね。これでイソプロピルアルコールを薄めて作ります。で入れ物はですね、まあ、今回ちょっと100均で買ってきたこのスプレーボトル使ってみたいと思います。でこのスプレーボトルに入れて混ぜるんですけど、混ぜる割合はですね、このイソプロピルアルコールが7で、この精製水が3っていう割合で入れると殺菌効果が一番高くなるらしいです。で今回トータル 100ml 作ろうと思いますので、イソプロピルアルコールを 70ml 取っていきます。ちなみに移し替えるのに使ってるの注射器ですね。これメモリもついてるんでですね、少量の液体を測りながら移し替えるっていう作業に非常に向いてますね。はい、でこれ1回に 10ml 入れれるので、これを7回繰り返します。はい、これで10杯目。はい、で精製水は 30ml なので、同じようにしてね3回入れていきます。はい、これで分量全部入りましたね。あとは蓋をしてよく振るだけですね。はい、これでよく混ざって透明になりましたね。これでもう完成ですね。はい、じゃあ早速ですね、ちょっといろんなものに吹き付けて使ってみたいと思います。はい、まずは階段の手すりですね。ここもいろんな人がですね、結構手で直に触るので、吹き付けてきれいにしておきます。はい、でこれ余計なもの入ってないんでですね、拭いた後もベトついたりしなくていい感じですね。はい、次は電気のスイッチですね。でこれ直接吹きつけると、なんかショートとかしたりしたら怖いので、これはですね布巾の方につけて拭いた方がいいですね。はい、次は電子ピアノですね。これもですね、手で思いっきり触りまくるので、ちょっと除菌しといた方が良さそうですね。はい、一通り拭いてみたら、あ、そもそも除菌以前に汚いっすねこれ。でせっかく綺麗になったんで、後でちょっと引いてみますかね。はい、次はドアノブですね。おそらくここが一番汚いので、ここはちょっと念入りに拭いといた方が良さそうですね。
はい、じゃあこちら側除菌終わったので反対側もっと、あ、そうだ、この扉ですね、ちょっと隠し扉になってて反対側棚になってるので、こっち側あのドアノブないっす。はい、次は手の消毒ですね。やっぱりなんやかんや言って人間の手いろんなとこ触るので、ここ一番汚いっすね。で、普通の消毒液と同じようにスースーするんですけど、うん、なんか乾いた後カサカサしますね。で、このイソプロピルアルコール、油汚れを落とす薬品でもあるんでですね、手の油が結構持っていかれちゃうんですね。というわけでちょっと改良していきます。はい、じゃあどうやって改良するかなんですけど、先ほど使ったこの2つに加えてですね、これ、グリセリンですね、このグリセリンを混ぜていきます。ちなみにここら辺の材料なんですけど、我が家の冷蔵庫開けたらですね、普通に入ってました。ちなみにこれ何用かと言いますと、嫁さんが作ってる手作り化粧水の材料らしいです。どうやら究極の化粧水を追い求めた結果、まあ、最終的に自作が一番いいっていう結論にたどり着いたみたいですね。ちなみにこれ1本作るに100円ぐらいらしいです。あとね、ちょっとイソプロピルアルコールの匂いごまかすためにこのアロマオイル、これもですねちょっと数滴垂らしていきたいと思います。で、一から作るのちょっとさっき作ったやつもったいないので、さっき作ったやつにですねちょっと追加する形で改良していきたいと思います。細かい分量並べてみると、まあ、こんな感じですね。で、イソプロピルアルコール 70% っていうのは変わらずに、そこにですね、グリセリンを、まあ、1% から 10%、これ好みですね。ちょっととろっとさせたい人は多めに入れて、まあ、さらっと使いたい人は少なめに入れるって感じですね。ちなみに今回は 3% 入れてみたいと思います。はい、最後はアロマオイルですね。で、これはですね、もう分量とかそんな関係なしに数滴、匂いがつく程度入れれば大丈夫ですね。あとは先ほどと同じように蓋をしっかり閉めてシャカシャカ振れば完成ですね。はい、じゃあ完成したんでですね、早速手に使ってみたいと思います。はい、シュッシュッシュッとしてこうやってよく手になじませますね。あ、先ほどと違ってですね、ちょっと乾くのが遅いようなイメージですかね。はい、塗り終わったらこんな感じですね。で、まあ、ちょっと見てくれもあんまよくわかんないんですけど、まあ、パッと見ですね、表面が白くなってなくて結構いい感じに潤いが残ってる感じですね。で、これのいいところはですね、市販品と違って自分の好みにこうベトベト度合いを調整できるっていうのがいいところですね。じゃあ最後にですね、イソプロピルアルコールのですね、真の力をちょっと紹介していきたいと思います。はい、小さい子供がいる家とかの人ならわかるかと思うんですけども、まあ、こうやってですね、子供が油性マジックでちょっと落書きしちゃったと、で、あーやばいやばい、乾く前にちょっと拭いてしまわないとって言ってですね、はい、これ食器用洗剤を混ぜた水なんですけども、これを吹きつけてですね、ちょっと拭いています。はい、これでですね、シュッ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 といっぱい水を吹きつけて、すぐにですねタオルでこすっていますね。よし、はい、ゴシ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 と。はい、で、まあさすが油性マジック、あの瞬間でですね、もう乾いて全然取れないですね。はい、で、こういう時に活躍するのがポリイソピルアルコール 100% ですね。これをですね、さっきと同じようにシュッ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 と吹きかけます。はい、で、もう見てわかりますかね、もう吹きつけた瞬間にですね、この油性マジック溶けてもう流れてきてますね。で、こうやってタオルで振って引くと、もうほら完全になくなってますね。はい、次によくあるのが、まあ、手に油性マジックついちゃったよっていうパターンですね。はい、これもですね、書いてすぐにこうやって水でですね手を洗ってみるんですけど、はい、さすが油性ペン、全然落ちないですね。はい、で、こういう時に使うのもやっぱりこれイソプロピルアルコールです。これもですね、ついたところにシュッ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 とつけてあげると、こんな風にすぐにもう溶けてきてですね、で、タオルでキュキュッと拭くと、もう完全に取れちゃいますね。あとはですね、両面テープを切った後のハサミですね。この両面テープのネバネバがハサミにくっついて切れにくくなっちゃうんですね。
はい、こういう時もポリソピルアルコール、はい、こうやってですねハサミをネバネバついたところに吹きつけてタオルでですねゴシゴシって拭いてあげるだけで、はい、見事にですねこのネバネバ取れてピカピカに戻りましたね。これでハサミの切れ味も復活します。はい、ラストは掃除ですね。こうやって油が飛び跳ねてギトギトになったやかんですね、はい、こういう時にもイソプロピルアルコール、こうやって表面にシュッ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 と吹きかけてですね布巾でゴシゴシとこすります。はい、こんな風にちょっとこすっただけで結構ピカピカになりましたね。はい、というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。最近転売屋がいろんなものを買い占めて本当に必要な人のところに物が行き届かないっていうような現象起きてますけども、こんな風にちょっと工夫するだけで解決できることも結構ありそうですね。で、これからもですね役に立ちそうなもの、立たなそうなもの、変なもの、いろいろ作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして動画を作る上での心の拠り所のいいねボタン、これもぜひよろしくお願いします。あとこれからはツイッターとかインスタとかでも、まあ、動画の裏側とかその後とかいろいろ喋っていこうと思いますので、興味のある方は登録してみてください。それではゴッツチャンネル GT バークでした。